はい、JRA の聖也です。今日はですね、富山県の泊駅にやってきております。今日はね、3食ほどちょっとパワースポット巡りたいなと思ってます。駅前にですね、朝日町観光案内っていうのが出てるんですけど、で、ここ自分いずれ行こうかなと思ってるとこなんですけど、ガキの頃多分行ったかもしれないですけど、覚えてないんですけど、宮崎城跡っていうのがありまして、これは越中宮崎の方が近いんですよね。で、こういうのも遺跡あるみたいなんですけど、現在地がここらしいんですよ。で、朝日町役場がここなんで、自分の、これで、今行こうと思ってるのはこの新名宮っていうやつなんで、反対側ですね。なんか駅前にですね、アゼリアってあったんですけど、あれ昔ですね、錦野明がね、コンサート来た時に俺確かあそこ行ったんですよね。これ昔ね、ガキの頃に通ったかもしれないですね、この踏切。この地図に載ってる松蓮寺っていうところ見つけたんですけど、この真裏ぐらいに、神社見つけたんで、そちらまず行きます。尊社ですね。五社の社っていうんですかね、尊社。昭和3年11月10日、陸軍中将金山久松、金賞って書かれておりますね。狛犬。五社の社って書いてありますね、やっぱ。五社あるってことですね。天の星法見みこと、雨の法比のみこと、浜津彦根みこと、いくつ彦根みこと、熊の薬みこと。これはもう出ないか。あれは取れてるんだな、尊社ですね。まあ尊社っていうことで名前同じとこもあるかもしれないですけど、あ、ここは開かないようになってますね。開きません、このまま参拝します。のつもに手を通さん、お疲れ様、よろしくお願いいたします。